ガリシア州内の一サンディアスは、スペイン、ガリシア州、オーレン世間の自治体、コマルカダリミアに属する。ガリシア統計局によると、2013年の人口は1316人。住民故障は、サンジアオ、や、カスティーリア語表記はサンダンズ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は99.51%。サンディアスは、 オーレンセ県の中部に位置し、コマルカダリミアに属する。北は、アジャニス、シュンケーラで、アンビーヤ、東から、南は、シンソデリミア、西は、ビラールで、サントスの各自治体と隣接する。自治体中心地区は、サンディアス教区のサンディアス地区。サンディアスは、シンソデリミア四方管轄区に属す。住民はサンロ教区の18の地区に居住する。 自治体主張は、ガリシア国民党のマリーア・コンセプション・メンデス・ガンダラ、自治体表議員は、ガリシア国民党、6、ガリシア社会党、3となっている。コーソデリミア教区のビラリーニョ、ダス・ポルドラス地区には古代ローマ時代のマイル標識柱が残されている。サンディアスは3の教区に分けられる。フトジは、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。